じゃあファイターズの1週間です。はい、まず6日の月曜日、海外 FA 権を持つ矢野選手との契約合意がファイターズから発表されました。矢野選手は球団を通じて権利を行使せず、来年もファイターズでプレーすることが決まりました。今年は優勝できませんでしたが、来年はチームの勝利のために力を尽くしていきますとコメントを発表と。年俸は1000万円ダウンの推定3000万円プラス出来高と報じられております。はい、ということで矢野残留ということになりました ね、でも矢野の場合はさ、はい、矢野君の場合は、はい、その1打席にかける集中力が、はい、これ皆さんちょっとそろばんが好きな人がさ、はい、あれ1打席いくらやろうとか言うねんけど、はい、それでももう野球選手としての居残りをかけてるバッターボックスを考えると、はい、そこにロマンを感じるわけやん、はいはい、で彼の場合は年齢的にもで出場機会的にも、はい、年俸3000万円プラス出来高、この出来高にすごく、ね、魅力があるんだわ。おはい、でやっぱ家族を支える、それ支えるだけじゃなくて家族を潤ってもらうとなった時に、はい、その出来高インセンティブを取るためにそのバッターボックス1打席の集中力ってどうかと、はい、そう思った時によ、はい、1打席1打席毎試合のように数打席もらっているバッターが、はい、安心するのもアウトになるのも OK ですよ。野球相手があることやからなる、うん、そこで姿勢を見せないとなるとみんな厳しいわな、はいはい、うん、そこで俺が辛く言ってるポイントがあるというのを、おう、このオフシーズンの反省会トークの時になるほどみんなで改めておこうということじゃないですか。せやろ。そうですね、うん、まあ、だから矢野の姿ってさ、はい、ピンチヒッター矢野のコールでどれだけ球場が湧く。そうですね、だ大半の方はそれを理解してくれてるんやろね、今僕が言ったことをね、はい、そうですね、来季も魅力たっぷりの職人、はい、的なバッティング見せてほしいですね。そうですね、数字以上の、ね、はい、活躍存在感ありますからね。そうですよ、はい、じゃあ続いて7日の火曜日、緒方浩一一軍野手総合コーチの就任会見が国頭で行われました。緒方コーチはファイターズについて、チャレンジ精神が旺盛な若くて元気のあるチームと、爽やかなイメージですと、監督が理想とするチームに近づけるように尽くすだけと意気込みを語ってまして、会見に同席した栗山監督は、強いジャイアンツのいろいろな過程であったり苦しさを見てきていると、 WBC の短期決戦での経験も踏まえて今までの経験を生かしてくれると信じていると語りました。でこれで一軍のコーチ陣が確定して、2018年シーズンは栗山監督、吉井ピッチングコーチ、高橋則之ピッチングコーチ、中島聡バッテリー兼作戦コーチ、緒方浩一野手総合コーチ、白石バッティングコーチ、金子誠内野守備コーチ、川名外野守備走塁コーチ、厚澤ベンチコーチで戦うという形になりました。すごいメンバーやな。すごいメンバーですね。ナショナルチームも大リーグも、はあ、でセパ、はい、ほんでもう生粋のハムの人などなど、はい、でリハビリ経験者踏まえても、うん、すごいメンバーで。そうですね、うん、まあ、バッティングコーチが一人減って野手総合コーチという形で緒方さんが入るという形になりましたね、はい、まあ、バッティングも指導できるし、はいはい、うん、作戦性に長けた役割をずっとこなしてた方やからさ、うんうん、なんといっても緒方コーチって僕らの世代の時にさ、はい、プロ野球雑誌各種で出てるプロ野球愛ってあるやん、はい、あそこにページの一番最後の方にプロ野球こう人気ランキングみたいなのあんねん、はい、今で言うイケメンランキングみたいな、はい、俺は数週にわたり連続数年間ぐらい連続で一番だったんじゃないかな。うん、爽やかな、絵に描いたような人ですもんね。せやねん、はい、その方小笠さんって巨人一本で辞めはったやろ。なんで辞めた。いや、どっか移籍したっけ。いや、移籍はしてないんじゃないですかね。はい。だからパリーグの野球って、緒方さん自体もすごく新鮮に、ああ。ということは、はいはい、新鮮なアイデアがバンバン浮かぶと思う。ああ、そういうことですか。なるほど、なるほど。パリーグの、セリーグ、パリーグの固定観念といったら、パリーグの固定観念はまだついてないと思うね、僕の中では。はい。キャスターされたり、改正されることはあってもさ、はい。実際、作戦を考える立場といった意味では、はい。すごく新鮮な斬新なものを提供してくれるんじゃないかと思って、これすごい期待寄せてんねん。まあ、緒方さん本人もやっぱりファイターズ含めてなかなかね、その普段接してなかったので、まあ、ほぼ知らない真っさらな状態で、まあ、メディアの皆さんも含めて力をお借りしたいというようなことを言ってますの で、はい、で栗山監督もやっぱりいろんな意見を出してくれると思うと、そうそうそういうことを言ってますね。
吉井さんがそれで頑張ってくれはったやんか。はい。でも今やから言えるけども、いや、それちゃうんちゃいまっか、言うて、ちょっと背中向けかけたけどさ。はあ。もう一度同じチームで頑張って、はい。去年日本一になったっていう成果が結果として現れてる現実もあるし、はい、栗山監督とね、いろいろあったやんか、はい、周りでお茶の間レベルの話やけど、はいはい、12年とかね、そうですね、うん、そう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 、うん、でもまたまた野球感豊かな人がこれ、ファイターズはバランス整えの上手やな、そうですね、ま、栗山監督のその考えもあるでしょうし、やっぱりフロントがしっかり主導して、こうね、俯瞰に。客観的な立場でこう見てるってことなんでしょうね。うん、そうやね、うん、はい。これ結構ポイントは厚澤ベンチコーチやからね。ああ、なるほど。彼はもう僕より年齢で言ったら一つ若いんだけど、はい。で、僕は現役の時に彼がもうコーチ業をやってたりして、はい。で、いろいろ話して、うわー、すごく客観し、冷静に物事見れる人やなと思って、はい。俺尊敬のね、一つ置いてるんですよ。うん。はい。だからベンチコーチってあんまり耳馴染みがないことやんか。はい。でももうね、僕、アメリカ野球留学行ってる中で、必ずいる存在、はい、うん、作戦だけではなく、はい、人の在り方をも整えて、はい、その選手個人の性格をもやっぱり理解してる人なのよ。うん、面白いな、これもうファイターズ2017年、悔しい思いしかしてないからさ、はい、もう上る一方やからね、そうですね、振り返らんで、もう、はい、分かりました、もう布陣が決まりだしたら、はい、やで、そうですね。はい、じゃあ続いて8日水曜日、浅間が退院しました。1日に徳島県で腰部椎間板ヘルニア内視鏡手術 PED 法を受けまして、術後1週間で退院と。9日には鎌ヶ谷の外野をウォーキングするなどリハビリをスタートさせていて、順調であれば手術から2ヶ月で制限なくプレーできるようになる見込みだということですね。ちょっと、はあ、もう椎間板ヘルニアの手術で2ヶ月で制限なくプレー、はあ、俺も最近毎週言うてるけど、はい、すごいな、技術の進歩、医療の進歩、そう、はい、でこうなってくるとさ、はい、自然との対峙方でオープニングの話とちょっと反比例なんだよな、実は。ほう、自然に任せているとさ、はい、まずその内視鏡を人の体の中に入れてそれを整えるってことはまあありえへんやんか。うん、でもこれね、言い方変えて、人が身につけた技術として、はい、うん、それ以上に自然を害することなく、はい、人がその地球のために、人のために頑張れるんであれば、これありやな。なるほど。そう捉えたい。うん。うん。いい、前向きな方向ですよね、これはね。そう。それとさ、はい、もう今、もうちょっと手術の話出たから言うんだけど、はい、最近ちょっと、いろんな事情あって、人のお見舞いとか行くことがあってさ、はい、看護師さん、ほう、これさ、国のレベルでやっぱり給与をやっぱ上げなきゃいけないね。ほう、俺本当のことは看護師さん、病院の先生っていうのはもう当然その国家試験どころの騒ぎじゃない勉強とともに、はい、人の体のためにその頑張ってくれてはるやん、うん、そのスーパーサポート で、はい、でもちゃんと医療に携わる看護師さん、これ日本全国で少ない少ないと言われてるやん。そうですね、これね、国レベルで、はい、ちゃんと給与的にも待遇的にもそれを整えて、はい、みんながその看護師とは、そして病院の先生とはというものに興味を持たせなきゃいけないね。そうですね、看護、介護、うん、そうですよね、そう、介護もそう、そうなんですよね、はい、うん、これ、ものすごい重要な問題で、今回総選挙あって、衆議院の解散選挙、はい、誰が歌ってた？座席確保のためだけに見えた党派もあったで、はい、うん、離れたりくっついたり、ああでもない、こうでもないと、うん、いやいや、ちょっと待ってくれ、世の中、民のその暮らしを見てる党がどこにあるんだと、はい、未だに思っているよ、うん、で選挙終わってからさ、はい、議席数決まってからでも、誰が前面に出て働いてんだ、うん、もうそれをもうすごい考えさせられた。はあ、看護師さんの一人のその献身的なその姿勢を見てよ、うん、思わずお宅給料いつらもらってますかって聞きかけたよ。今日はどうしたんですか。つじゃん、うちよ、これまた集る話あるからまたゆっくり話するけどさただあれなんですか、ただその一人見た看護師さんが可愛かったとかそういうことじゃなくて。それは後から言うことよだから親身になって考えてみたとかそういうことじゃなくて
富士みたいで綺麗な人やったんやって。まあ、これ冗談やけど、献身的にその、ね、はい、そういう人のために働いてくれてる人、はい、言うたらもう動けない人の尿パックとかも全部整理してくれる人、はい、心が綺麗やろ。はあ、なあ、まあ、だからさっき美人という言葉で俺心の話したんだよ。なるほど、口上さんよ。はい、わかりました、今日はもう全然この番組が何の番組なのか分かんなくなってきましたけど、はい、ちょっと田原総一郎さん聞いてくれる？誰が田原総一郎や。もしやで、はい、俺がこの先60歳過ぎて、はい、なんか国のためにって手を挙げた時には、はい、そこをそのあたりめっちゃ歌うな。はあ、何ですかその急に立候補するかもみたいな、そういう話ができます。ないけど、はい、うん、60過ぎたら分からんよ。60過ぎたら、まあまあ人生どうなるか分かりませんのでね。そうそうそう、いや、それぐらい思うぐらい俺は看護師さんに感動したんだって。あ、そういうことですね。まあガンちゃん演説したらそら面白い演説にはなりそうですけれども、うん、ちょっと嘘くさいやろ。嘘くさいって。まあでもそれはそういう問題もありますけれどもね、ぜひガンちゃんがそうやっていろんなところで言っていってください。ただあんまりそれで時間を費やすと野球の話できないんで。野球もそう、人の心のために頑張ってるやん。なるほど、感動と共感がそこに渦巻いてですよ。はい、みんながこう心豊かになって仕事頑張ろう、勉強頑張ろう、はい、でファイターズ頑張ってね。はい、そういうことでしょ。はい、わかりました。続いていこうか。はい、続いていきましょう。10日の金曜日、ガンちゃんから続いていこうかっていうのを久しく聞いてないですけれどもね、うん、あの久しぶりにね台本に目を落としたら今びっくりした。いや時間がね。ということでじゃあ続いていきます、うん、10日の金曜日、マーティンとドレイクの対談が発表されました。2015年オフにファイターズ入りしたマーティンは、2016年はシーズン途中から守護神を務めるなど52試合に登板して、2勝0敗19ホールド21セーブ、防御率 1.07、 素晴らしい成績でチームの日本一に貢献。2017年シーズンは40試合に登板して0勝2敗29ホールド1セーブ、防御率 1.19 と2敗を喫しましたが安定したピッチングでした。まあ、おそらくメジャーに復帰を目指すんじゃないでしょうか。で、後半戦の巻き返しに必要な起爆剤という期待を受けて6月末に加入したドレイクは35試合の出場で打率2割3分2厘、ホームラン1本、打点3という成績で退団ということになりました。まずマーティンは、はい、もう大谷モーデで大リーグのスカウトの人が、はい、もうマーティンにハートマークだったね。あー、なるほど。これシーズン中にもちょろっと言ったけど、はい、マーティンが目の色変えてやってた。そういうことね。はいはい、ほんならそれやっぱ目立ったもん。はいはい、それこそ中継ではちょっと触れたけど抑え気味に言ったよ僕は。はい、ファイターズの戦力としてすごい活躍してくれてたから、はい、いやマーティンこれ持っていかれるなーなんて思ってた。はい、で一月ぐらい前の彼のインスタグラムかなんかで、はい、SNS かなんか、う、うん、家の荷物段ボール詰めしてさ、はい、なんだ 日本でいた2年間悪くなかったよね、もうなんか過去形なっとるでおいみたいな。なるほど、うん、はいはい、うん、でも彼がまた大リーグでさ、はい、短いイニングでめちゃめちゃ頑張ってる姿見ると、あれファイターズで成長したんやでってまた言えるやん。そうですね、誇りに思える外国人プロ野球選手がまた一人増えるやんか。はいはい、せやろ。そうですね、うちよ思い返せばは俺たちの心の中にセシルフィルダーっていうのが残ってるやろ。おー、セシルフィルダー、はいはいはい、阪神タイガースで野球のノウハウをしっかり覚え、はい、ファンの声援とはファンサービスとは、はい、大リーグに帰ってスーパープレイヤーになったやんか。デトロイトのタイガースの方行ってね。そう。大活躍。あれは阪神と阪神ファンが育てた選手やで。そうですね。いやで。あんなことになるとは思ってなかったですけどね、当時阪神タイガースにいた頃は、阪神ファンとしては。で、うん、どれだけ三振すんねん思ったら。そうですね。シーズン入った瞬間バカ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 。そうですね。まあそんな選手もいる一方でグリーンウェルみたいな選手もいましたし。ほんまに。いろいろいましたね。まあ、いろいろいますけども、外国人選手は。うん、でも、いい選手がね、こうやって在籍して、またそういう意味で羽ばたいてくれるっていうのは。応援したいね。応援したいですね。まあ、ドレイクの場合は、日本ですごく活躍したいと思ってくれてたけど、はい。これはプロ野球の厳しい面を皆さん感じてください。はい。もう、つまり戦力にならなかったら契約は延長されないんですよ。そうですね。はい。はい。でも、彼は、すごく、まだ若い選手だから、はい。
野球感がたけて、はい、違ったステージで活躍してくれると思うよ。はい、うん、次のフィールドでね、はい、次のチームで頑張ってもらいたいと思います、はい、で同じく10日の金曜日、秋季キャンプが打ち上げとなりまして、最終日は斉藤佑樹がバッティングピッチャーを務めて、大類渡辺、太田健吾の3人に早いテンポで92球投げて、かなり疲れました。でも今年も疲れてバランスを崩すことが多かった。こういう練習も必要だと思うと言ってます。で4年ぶりの現場復帰となった荒木大輔二軍監督は、楽しかったねと、若い選手を見ることができてよかったと言ってます。チームは昨日宮崎に移動して、今日この後1時プレーボール予定の侍ジャパンとの練習試合に挑むということで、お天気は大丈夫そうだということですね、はい。まあ、秋季キャンプが終わりまして、まあ、斉藤佑樹は投手陣最多の500球を投げたというようなことも、はい、記事になってましたけどもね、はい、それぞれが、まあ、課題を持ってのキャンプということですね。ほんまやね、はい、まあ、それを追求することができるのが秋のキャンプやからね。そうですね。で、これ時代が変わって、これ正解不正解言うわけじゃないけども、はい、もう秋のキャンプ死ぬほど辛かったと、はい、もうこれやったら早くレギュラーになってね、はい、もう秋のキャンプ免除選手、はい、で秋のキャンプ自主トレ選手になりたいっていうようなコメントどっからボケへんかったな。そうですね、うん、しまいに荒木新監督楽しかったってね、はあ、うん、あの厳しい目を見て自分もプレッシャーあったとは違う。だからこうチームカラーがそこで見えてくるね。これ荒木監督を今否定してるんじゃなくて、はい、チームカラーがそう映ったんだわ。うん、なるほど、ね、それとまだ遠慮されてるね、はい、うん、あの遠慮なくいけるようにだった、もうあの来年の今頃やったら、はい、いや笑ってる場合ちゃうでと、お、もう朝から晩までヘロヘロになるまでやるよと。なるほど。なんて言ったってボール1球投げてボール1球打って給料もろてんやろと、はい、でスタンドにはお金を払ってそれを見に来てくれてるんやろと、うん、うプレッシャー感じながら、はい、一挙手一投足に生活感を醸し出すような野球人になってもらえますよっていうような、はい、うん、もう私の言葉一語一句同じようなぐらいの、はい、荒木大輔二軍監督がいると思うよ。なるほど、はい、で今ちょうどですね、侍ジャパンとの練習試合に臨む両チームのオーダー発表されまして、はい、ファイターズですけれども1番指名打者で西川です。2番ショート中島、はい、3番ファースト横尾で、4番センター太田大志、5番セカンド石井勝成、6番ライト森山、7番レフト渡辺亮、8番サード太田健吾、9番キャッチャー清水、先発ピッチャー吉田となってますね、はい、でジャパンの方が1番セカンドドラゴンズ強打、2番ショートにライオンズの源田という、強打と源田という形になりました二遊間、うん、そしてクリーンナップ3番ライトホークスの上林、4番ファーストライオンズ山川で、5番に DH でファイターズ近藤健介、はい、6番レフトライオンズ外崎、そして7番にサードマリーンズの中村ですね、で8番キャッチャーホークス甲斐、9番にセンター DeNA 桑原と、で先発ピッチャーカープの薮田という風になりました。近藤が5番 DH ということで、今日のね新聞などでは2番で DH で攻撃的な2番をなんていうことも報じられてましたけれども、5番ですねこれね。そうやね、はい、まあまあいろんな競技があったんだろうと思うけども、はい、2番結局上林って言ってたっけ。2番は源田ですね。ああ源田、ああ左ね、はい、うん、まあいろんなこと、近藤のことはもう稲葉監督知ってるわけやん、はいはい、源田どうだろうと、はいはい、そんなこともあったんじゃないかな。なるほど、うん、でもいい選手揃ってんな、ジャパンがね、両方よ、あ両方が、はあ、ジャパンもうわええなと思ったけど、ハムのファイターズの選手たち見てもうわこれ来年どんな活躍すんねんって思いながら聞いてた今のラインナップ。クリーンナップに石井和成ですね、5番セカンドでね、これ使命感出てくんね、なんていうかな、攻撃の体制を整えるような打者とか、はい、ほんで主軸中軸が打った後にその勢いに乗る打席じゃなく、はい、自分で何かを作るとか、はい、で自分が何かをしなければいけないで条件が変わるやん、はい、楽しみやな、どないなんやろな、はい、ということで非常に楽しみですけど、一時プレーボールということになります、はい、さあコマーシャルの後は、はい、大谷の話題に行きたいと思います。さあでは行きましょうか、10日ですけれども、武田球団社長と栗山監督が東京都内で会見を行いまして、大谷選手のポスティングを容認すると発表しました。でこの日球団側と大谷が話し合いをして、大谷から、
メジャー挑戦を伝えられ、球団が容認と、武田社長、栗山監督が大谷への思いを語って、で、昨日、大谷選手本人が会見を行い、ファン、球団などへの感謝を語って、メジャー挑戦への気持ちを語りました。メッセージいただいてましてですね。うん、そうやろね、そうやろね。苫小牧のラジオネーム、蕎麦屋の直さん、ガンチャ、淵上アナウンサー、毎度アフタヌーンですと。大谷選手のメジャーは挑戦じゃなくて、あえて移籍と私は言いたいと。高校の時は確かにメジャーは挑戦夢だったかもしれないが、今はダルビッシュ選手と同じ職場を変える移籍で、夢も世界一の選手になることになりました。私たち道民は親戚の子供、自分の子供を送り出す気持ちで頑張ってこいよという心境です。この投打の2つのポジションを来シーズンはどの選手が奪うのかもすごく楽しみです、ということで、もうこの大谷についてのメールは本当にたくさんいただいております。はい、ということでね、まあついにということですね、この話になりました、ね、ついにもう決まったことは僕は良かったと思う。はい、うん、有言実行だ。はい、ファイターズは大谷翔平を獲得、交渉権獲得した後、はい、その後こうファイターズに日本の袖に通すためには、はい、大リーグへの道と歌った道しるべを用意して、はい、でしっかりとその組織上げてちゃんと取り組んだもんね。そうですね。でまずそして大谷がちゃんとその通りに期待通りに、はい、期待通りに彼が活躍して最後ちょっと怪我したけど、はい、うん、あ、ここに立てたということはもうこれは選手踏まえてファイターズに絡んでる人たちが全てが責任を持ってその時間を過ごしたという証明だね。かっこいいわ。これはどうですか、この、昨年日本一になって、で今年怪我をして、うん、そのまだちょっと早いかなという思いであったりとかね、契約の状況でもあまり大型契約は結べないという状況ですけれども、うん、ガンちゃん的には今の時期に行くのはまあこれベストというかベターというかそういうもんかな。遅かった？うん。僕はね、去年行くべきだと思ったの。おお。うん。っていうのは、これ僕の個人的な意見よ。はい。ほら、1年余分にあったおかげでみんなわーわー言うてるやん。怪我して、うん、存分に1年働けなかったからさ。はい。うん。で、張本さんもさ、はい、もうもっともっと2、3年日本のファンのために頑張ればいいんだと。はい。今年も中途半端だったじゃないかと。うん。俺それも間違いじゃないと思うよ。はい。うん。あそこまでの賢人の方だったら、日本の方のファンの方々の気持ちを代表として言われる部分をすごく理解できる。はい。大谷翔平の入団の経緯とか、はい、彼個人のことを考えたときには、はい、もうこれもうリミットぐらいよね。ほー。来年何すんの、ファイターズのって。ほー、なるほど。根本的に大リーグで活躍することを夢描いてたのを、はい、そのためにサポートさせてくれっていうファイターズやね。はいはい。ファイターズのために働いてくれじゃなかったよね。はい。根本的なことやろ。ほー。ファイターズの優勝のために頑張ってくれじゃなかったのもん、今思えば。なるほどね。あなたは大リーグで活躍するために、はい、完全サポート体制でファイターズは、あなたのために、レールを敷きますよっていうことやったやん。はい。根本的にそれを言っちゃったんだから、はい、来年行って何するのって話や。でも大谷はそういう理解があるチームだから、うん、恩返しの一つとしてチームの戦力となり働く、うん、はい、そのバランスがあったんやって。はー。で彼がいや、もうチームが勝利の優先です、それは野球の中で勝つという意味、はい、組織力で勝ち上がるペナントを制するその意味を自分にもトレーニングだったんだって。ほー。うん。で全部身につけたよ。はいはい。再開も経験した。はい。確か再開も経験したよね。1年目再開じゃなかった？そうです、13年だからそうですよね。なあ、はい、ほんで日本一も経験したと。はい。もう全部経験させたから。はい。俺去年の暮れにさ、はい、大谷翔平は日本で私たちの想像を超えるスピーディーな形で全てを経験し、はい、うん、準備ができましたので大リーグにって言うと思ったの。なるほど。だ本人が義理堅い男やから、はい、うん、まあその恩返しの1年間にしたかったんかな。勝手に俺はそう思ってる、個人的に。まあなんかわからないですけど、私は結果的にこの1年って、まあ私たちはね、なんかもどかしく、大谷ももどかしかったのかもしれないですけど、日本でやっぱり怪我をして出られない苦しさっていうのは味わって向こうへ行くっていうのは、
すごく大きかったのかなっていうふうに、向こう行って怪我をして出られなかった苦しむのと、内上さん。はい。あなた教育者になりなさい。いや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 。それ教育者。素晴らしい意見ですよ。いや、なんかね、慣れない環境で怪我をしたら、いろんなところにこう、なんていう、言い訳を求めたりとか、そういうこと出てくるかもしれないですけどね。俺今ちょっと反省したもん。え？なんで？あの、怪我をしてしまったことを否定的に捉えて発言したでしょ？はあ。じゃなく、この一年も彼にとって必要な一年だったと今あなた申しましたよね。はあ。私の意見を撤回させていただきます。いやいや、早いでしょ。いや、今言った通り、アメリカで経験してたら、はい、すぐクビになったりとか、彼の野球人生が短くなってた可能性はあった。うん。それだけ競争相手が10倍ほどいるということやから。はい。と思えば、酸いも甘いも経験するといった意味で、はい、自分が野球がやりたいのにできなかった、ファンのためにパフォーマンスを表現してできなかったという、悔しい一年を経験することも、はい、必要だったんだよ、つかみさんよ。あら、あれ、じゃあ、私の意見採用ということですか？採用です。あ、採用ですか。ありがとうございます。というか、というのは、僕は勢いのまま行っていいというちょっと野球人たちの浅はかな方面だ。で、浅はかって、いや、でも、いやいや、もう一つ大人の意見としては、内上博さん、あ、はい、この2017年のオフシーズンの大谷翔平の渡米への決意は、はい、大正解だ。大正解ですか。すごい分かりやすく乗っかっていただき、ありがとうございます。今私の興奮で目の前の iPad の画面がもうペッペペッペいろんなもんついた、これ。そうですか。いや、なんかこれででもさ、はい、うちラジオお聞きの方もみんな納得じゃないかな。あ、今あなたの発言で全てが落ちたよ。あ、そうですか。いや、うん、なんか分かんないですよ。なんかシーズン中はそうは考えられなかったですけど、今この、ね、立場に立った時にやっぱりそれだけ苦しくて、その体のケアの重要性とか、怪我するとこれだけ期待に添えなくなるっていうことを分かった上で向こうへ行くっていうのは、すごくそれも日本で経験した大きなことだったのかなというふうになるのかなという気がしました。はい、次の CM 明けのジングル、はあ、口上博之の世界一面白いブラジル番組に変わってると思うわ。なってません、なってません。いやいや、今日生ジングルやって。生ジングル、今日はね、あなたに僕はもう譲渡します。譲渡する。はい、そうです。今日は口上博之の世界一面白いブラジルの番組です。あ、いや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 、それはあれですけど、ないですけど、おこがましいですけど。素晴らしい解釈だね。あのね、もう偉そうにさ、はい、先日マラソンの一人者の市橋アリさんとおられるやん。ほう。美しい方、シドニーオリンピックで活躍された。はい。あの方と ラジオ番組で一緒になって、その後、はい、あの、指導とはっていうことをすごく話し合ってたのよ。はい。ほんで、ここ30年ぐらい褒めて伸ばすっていうようなことがすごく問い出されてて、はい。それって何だろうかってすごく話し合ったの。はい。で、日本の文化としては、まあ、これは昔の、こう、戦争の影響なのか、こう、謙虚に、はい。ね、我慢我慢から入って、耐え忍ぶ練習こそ、はい、自分を酷使することが強くなる道だっていうような傾向が残ってたやん。はい。その経緯はちょっと分かんないけど、国民性かも分かんないけども、はい、アジアに結構あること。でもやっぱりこうグローバルになってきた日本で、アスリートやそして勉強に関しても、はい、なんだろう、指導、はい、そしてその効率のいい成長ってなった時に褒めて伸ばすってよく聞くやん、うん、で俺どっか引っかかっててさ、はい、で今現在の岩本の持論で、はい、幼いであれ、はい、そしてその人がもうだいぶ知識ができてるあれ、指導者と指導される側といった意味では、指導者はまずその個人を肯定することだと、はい、褒めるだけじゃなく肯定を促し、そして指導としてスパイスをそこに提供する、うん、そしてビフォーケア、アフターケアとともに完成を目指すと、はい、でも完成は絶対に見つからないものなの、はい、その見つからないものを求めるのも一つのさ、なんていうか追求する手段の条件かなとも思ったり、はい、そう言っていたのに、はい、去年行った方が良かったでと。いや別にそれはだって、そうじゃないですか。そのまま行くっていうのも
まあ私たちはね、もうちょっと行ってほしいなって当時はだって思ってましたね、もし行ったらね。大阪人の悪いとこや勢いだけで通しとるわ。いやいやいや、どうした、急に反省会始まりましたけど。いや、でも大谷は言ってますよ、嬉しいこと。ファイターズで5年やってきて本当に良かったと、遠回りでなかった、間違っていなかったと。栗山監督じゃなかったら、まあファイターズにお世話になっていなかったかもしれないけれども、本当に良かったということで感謝を口にしてたっていうのは、これ嬉しいじゃないですか。だね。ね。そして岩本じゃなかったらっていうのもあんで。岩本じゃなかったら。うん。岩本じゃなかったら。はい。あの。なんなのよ、どうしよう。なんでも。全然見当たらんかった。どうした、どう、見切り発車もいいとこですね、ほんまに。全然見当たらんかったわ。びっくりするぐらい見切り発車でしたけど。ちなみに、印象に残った一球一打っていうのは、はい、一球の方はリーグ優勝した時の最後のボールと、私たちで実況解説しましたけれどもね、やっぱりあの最後まで投げ抜くことを考えず最初から飛ばしていった結果、最後までマウンドにいることができて、どの一球よりも価値があったと。すごかったよな、ね、で打席ではプロ入り最初の打席だそうです。岸さんがピッチャーで見逃し三振だったんだけれども、まあ、そのボールをすごいと思って見送った記憶があると、非常に鮮明に覚えていますと。そこからか。そこからその後打ちましたからね、あれね。そういうの聞くと加藤一二三さん思い出すねんな。一二三ですか。そう、将棋も人生も負けたところからがスタートなんだと。ほう、すごくない、当てはまれへん。ほう、岸の球そのストレート見てすげえ、この球絶対打ち返してやるから始まってるわけやろ。そうですね。まあ、あのね、あのミスターだってね、金田さんから4打席4三振から始まってますもんね。いやいや、今日はね、あんまりそういうの交えない方がいいと思いますよ、本当に。この間な、はい、この間あのスカパの番組でこれやったら、はい、芸人さんにそうツッコミ食らってやる。違う、ダンサーそれめちゃめちゃその後、うん、どうでしょうって言うのかと思ったら言わない上に、ねね、キレも悪いしということで、終わりかいみたいな感じになりますんで。それそれそれ。もう今日は藤上博之のプレイヤー。いやいやいや。次はあのコマーシャル開けたらジングル入れてやる、生ジングル。ということで、まあ大谷は本当にね、11月11日午前11時会見したということで、はい、今度はどこに行くかというのも非常に楽しみで注目したいと思います。行け、アメリカンリーグ行け、アメリカンリーグ、アメリカンリーグ。コマーシャルの後はじゃあ、あ、なるほどなるほど、そっちね、はい。 FA 関連の情報をお伝えします。ジングル自体がそもそもなかったんでね、え、何却下させていただきます。生で行かなきゃ。いやだから音だけがないんですよ。いや、それをね、自分でなんか、うん、は、うん、うん、は、内上秀樹の、世界一面白い、プレビューの番組、今、やってみよう、やってみよう。いくで。え？さん、はい。うん、うん、は、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 内上秀樹の、世界一面白い、プレ野球の番組、うん、うん、は。やめてよ、本当にこれ。完全に私これ本当に恥ずかしみを受けただけですよ、これ。いや、あのね、これね、まだコマーシャルあると思うから、この後。いや、もういい、もういい、もう絶対、いや絶対、いや、もういい、もういい、行きましょう。 FA 関連の情報を。いや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 、本当にもうね、めっちゃおもろいやんこれ。もう完全にツルツル路面ですよ、本当に。もうやめてください。4日の土曜日に日本シリーズが終わる。なんかこれも滑った感じになってるでしょ、本当に。ということで、6日月曜日からフリーエージェント権を持つ選手たちの手続きが解禁されました。まずファイターズですけれども、8日水曜日、宮西が権利を行使せず残留することを発表しました。宮西はこのチームで引退してほしいと言われたことが大きな決め手となり、残留を決めたと語りました。で、ここの、もうちょっと後ろでさ、笑うのやめてもらえますかね。ちゃんとやりましょう。9日木曜日、大野が海外 FA 権を行使することを表明しました。で、他球団の話を聞いてみたいと、こんなに悩めるのは今回がラストだと思うと決断に至った理由を説明と、今後はファイターズを含め話が来た球団との話し合いを行って、ファイターズ残留か移籍かを決断します。で、国内 FA 権を持つ増井が週明けに行う会見で表明する予定ですが、
環境や起用法より複数年契約の年数が魅力と、残留するなら行使はしたくないと話してまして、宣言するとなれば他球団移籍が濃厚となります。で、国内 FA 権を持つ中田はなかなか情報が入ってこない、そういう状況となっております。まあ、宮西大野というのが会見を行いましたけど、もうええ中のだから嬉しそうですね。もう人の滑ったのとか不幸とか本当に大好物ですね。違う、嬉しいね。やってくれたよちゃんと。え？俺の想像を超える長さでやってくれたからすげえ。そうそうそう、カットに十分そのまま使えるから。いやー、すいません、うん、はーでずーっとうんはーすればよかったなって思って今ちょっと反省しました。だから俺黙っててんで、録音使えると思って。いやいやいや、もう、うん、うん、はい、私も反省、そこでボケたらよかったと思いましたけど、ね、はい。で、宮西ですけれども行使せずまず残留と、はい、まあ事実上の生涯日ハムというような感じですよね、うん、ファイターズ。それがいい。あ、それがいい。はい。あのな、岩瀬と一緒で、はい、岩瀬も移籍しなかったから、はい。で、山本昌さんも移籍しなかったからあれだけ長いことできてる、はい、できてんねん、はい、というのはさ、宮西ルーキーからずっとフル回転してるよ、はい、で、宮西はファイターズをすごく熟知してるでしょ、はい、当然、はい、でファイターズも宮西の体、はい、変な話、癖まで全部、性格やプレーの癖まで全部把握してるから、はい、体のことも、うん、そう思ったらよそに行って突然違った酷暑を与えるより、はい、お互いが理解してて、あ、そろそろ疲れそうやなみたいなシグナルが分かり合える関係の方が、はい、1年でも多くできるって。うん、うん、なるほど、良かったということですね、彼にとってはね。う、うん、本当ね、車だってそうでさ、はい、10年間乗ってた車を、はい、突然それが、違った人の手に渡ったと、はい、で違った人がアクセルワーク変わるやんか、やっぱり、はい、運転しだすと車壊れるんだって、今まで一回も故障してない車。へぇ、やっぱ違う、環境が変わるから。はぁ、出力度が変わるから。はい。でも、宮西のことをすごく理解してるファイターズ。はい、で、ファイターズのことをすごく理解してる宮西が、はい、ファイターズだからこそ長くできるし、彼の一番いいとこを表現できると思う。はい。最高の契約だったね。このチームで引退してほしいと僕の理想とする言葉をいただけた、これはどうですか、選手としてこの言葉を球団からもらうっていうのは。実はね、私16年の現役終わった時に、はい、その言葉いただいたんですよ。おお、ファイターズから卒業して、はい、指導者の道はどうだと、はい、ね、はい、ファイターズのために今後も力をって言ってもらったことがすごく嬉しかったのを覚えてる。へえ。ただ僕は辞めるのか、はい、他球団でそれを続けるのかだったので、はい、ただ現役というのをちょっと模索させてもらった。うん、でも、年をまたいで、あとあんもの中で野球をずっと考えた葛藤の末、はい、まあ、僕はファイターズからの卒業を選択させてもらったんだけど、はい、今その12年前を振り返っても、はい、大正解だったと思ってるよ。うん、他球団のあり方とか、はい、まあ、セントラルリーグや他球団のあり方っていうのは、そこからでも一応勉強できてる。はい。まだまだ続くけどね。この左腕をファイターズに捧げるという思い出っていうのはかっこいい言葉でしたよね。はい。壊れるまで行くって言ったもんね。そうですね。いや、律儀な男やで。はい。で、大野はというと、まあ、FA を行使ということなんですけれども、本人は、まあ、他の球団の声を聞いてみたいと、声を聞いてみないと決断できない自分がいたということで、まあ、本当に悩んだと、こんなに大きく悩むっていうのは最後かもしれないということで、かなり悩んだそうですけれどもね、結果的に。事情の差だね。事情の差、はい。事情の差と事情の違いがあるじゃん。はい。宮西君はエキスパートで、はい、手術までもしてさ、もうお互いの理解が、はい、でこの僕は大野の場合は、はい、やっぱキャッチャーというポジションで、はい、まあ言うたらプレイヤーで一人だけ違う方向を向いて座って野球をしてる選手やん、はい、言えばディフェンスで言うと、うん、でもっともっと彼 の、 そのキャプテンやったり、選手会長やったりというキャパシティ考えたときに、はい、他球団でのプレーは俺実はおすすめすんねん。お、大野ファンの方はすごく寂しいことかもしれないけども、はい、彼が今後どうやっても指導者するさ、その現役を終えたら、はい、60歳までプレーできないんだから、はい、その時に、あ、
違ったユニフォームを着ていてその景色を見ていてよかったなと思う時がやってくるし、あの野球ノートの彼の作り方はそういう道を歩むべきだと思った。へえ、うん、なるほど。まあただまだ出るとは決まったわけじゃないんでね。決まってないね。決まってないね。まあ、最終的に宣言して残留ということもありますので、まあ、どうなるかっていうことですけど、手を挙げるとさ、他球団の話聞くやん。そうですね、うん、それもすごい勉強やから。そうですね、うん、まあ、やっぱりあの出場機会っていうのはプロ野球選手は保証されないもので、まあ、自分のことをどう必要としていただけるかっていうところを聞きたいと、まあ、ドラゴンズがね、こう職種を伸ばしてるなんていうふうにも言われてますけれども、まあ、どうなるかということになりますね。ドラゴンズの職種めっちゃ長いからな。まあ、なんか谷繁前監督の背番号27だったり、今シーズンまで森野がつけていた7番を用意してるというような報道もねありますけれども、まあ、あくまでも報道やからね。報道ですからね。から、うん、はい、なのでどうか分かりませんけれども、うん、でもそのルールに触れない職種めっちゃ長いで。ね、ドラゴンズ、ドラゴンズは森監督のネットワークすごいで。すごいですね。まあ、ファイターズでもピッチングコーチをしておりました。せやね。はい。で、他球団の FA 権を持つ選手ですけれども、現時点で海外 FA でのメジャー挑戦を表明しているのは、はい、バファローズの平野、マリーンズの涌井で、国内 FA 権の行使を表明しているのがホークス鶴岡ですね、元ファイターズ2度目になります。タイガース大和で、 FA 権を行使しないと言っているのはファイターズ宮西、ドラゴンズの谷本、タイガース俊介、ホークス川島、ライオンズ中村ということになります。なるほど。はい、平野涌井はメジャーへと。まあ、うん、そうやね。ええー。そして鶴岡君はね、はい、いいチーム、強いチーム歩んでてさ、はい、でそのチームの暗黒も経験してるからさ、はい、そら手挙げたらどこも欲しいで。あ、そうですか。もしかするとやで、はあ、ダルビッシュが獲得するかも。どういうこと？これめっちゃおもろいやろ。はあ、ドジャースがっていう話になると思うんだ、このままやったら。はあ、ダルビッシュが自分のパフォーマンスを上げるために、はい、自分が金払ってでも鶴岡連れていく可能性って思っちゃったりもしたね。へえ。だってダルビッシュ調教師としては今世界一やろ。調教師ってうまかいな。いや、ほんまに。でダルビッシュがこの秋何を経験した？はあ、まあ、ワールドシリーズで、そうですね、世界一を決めるその大一番で先発ピッチャーで2回ボタッチノックアウトやで、はい、あの野球感とあのいい意味でのプライドを持っている野球人が、ええ、絶対にやり返そうなって気持ち強いに決まってるやん。それはそうですね。その最強アイテムに鶴岡の存在ってよくない？まあ、ダルビッシュ本人に聞いてみないとわからないですけど、ダルビッシュに聞いたら、うん、いや、それは絶対ないですって言われそうな気持ちなのですけど。アメリカで歯出てる人ダメなんですよ。いやいや、そんなことはないですけど。いや、わかります。まあでも、鶴岡選手はね、どこの球団行くのかわかりませんが、うん、まあ実績は十分で、はい。うん、あの、まあ、やっぱ本人がやっぱり出たいという、元気だからもっと出場したいっていう思いが強いみたいですね。うん、うん。うん、はい。あと野球人同士の会話で言うとさ、はい。鶴ちゃん、儲け方よ、しっとんなーい話だね。どういうことですか、ほんま。おいおい、鶴ちゃん、首の皮分厚いなーい。いやいやいや。いや、いいことです。それだけだから元気だっていうことですよね。そう、彼の築き上げたものがそういう対価を生んでるんだから。そうですね。何にも間違いじゃない。はい。パリーグなのか、それともセリーグに始めていくのかというところですね。うん、はい。コマーシャルの後は、ゴールデングラブ賞などについてお伝えします。コマーシャル明け期待してます。第46回三井ゴールデングラブ賞が発表されました、はい、選考基準に達した選手の中から5年以上取材したプロ野球担当記者の投票で守備のスペシャリストが選出される賞です。全員を一気に紹介します。パリーグはピッチャーはライオンズ菊池初、キャッチャーはホークス甲斐、こちらも初と。でファーストはイーグルス銀次、こちらも初で、セカンドはマリーンズ鈴木初です。サードはホークス松田5年連続6度目、ショートはホークス今宮5年連続5度目、外野はライオンズ秋山3年連続4度目、ホークス柳田2年ぶり3度目、ファイターズ西川春樹が初と。で、はい、セリーグはピッチャーがジャイアンツ菅野2年連続2度目、キャッチャージャイアンツ小林初、ファーストはベイスターズロペス2年連続3度目、セカンドはカープ菊池5年連続5度目、サードはタイガース鳥谷サードは初、ショートで過去4度と。ショートはジャイアンツ坂本2年連続2度目、外野手カープ丸5年連続5度目、鈴木2年連続2度目、ベイスターズ桑原初ということになりました。
うん、俺鳥谷すごいなと思って。ああそうですか。鳥谷のさ、うん、サードのコンバートについては、はい、まあいろんなことがあったよ。これ年齢のとかでちょっと動きが変わってきたと、はい、動きが悪くなったとは言わないけども、はい、どこどこはまだまだいけるけども、どこどこはもう今違ったコンビネーションを組んだ方がチームのためになるっていうような事情があるやん、はい、それをさ受け入れるのってすげえ時間かかんねんって。うーん、例を出すと宮本さんね、はい、ヤクルト今コーチになった宮本慎也さん、はい、あの方ショートの名手だったやんか。そうですね。その人がサードにと、はい、うん、サードにこうコンパートになった時に、あの賢人の方でも全然動きが違うって言ったんだもんね。うん、横動きと縦動き、なるほど、うん、それと、まあ、今までの守っていたポジションを人にこう明け渡すような気持ちもやっぱりあると。はい、でもね、俺宮本さんにそれ聞いたんだ、どんな心境ですかと。はい、あの人正直やなと思ったんやな、うん、あのな、ガンちゃんしゃあないでと、はあ、もう自分のついていけんの認めへんかったら、自分を認めねえようになった時にやっぱ終わるんやでと。ほう、めっちゃかっこいいやろ。すごいですね。自分を認めれなくなった時にも自分の野球人としての役割が終わると。はい、認めれるからこそその次のポジションがあり、はい、で認めれるからこそその先があるんやろな。うん、うん、だからあのうまいと言われる人でもサードでもう一度いろいろサードのあり方研究したって言ったもんね。なるほど。ガンちゃん引退した時もやっぱりそこの自問自答って繰り返したわけですもんね。あったあった、うん、だからあの僕辞める時に、あのもうあなたコーチとしてユニフォーム着たらどうだいって勧められた時に、はい、次の日に登板してさ、はい、145キロ出なかったらやめようっていう自分で線引いて、はい、生実家出ちゃったのよ145キロ、はい、でもその145キロが1試合を通して自分がやりたいパフォーマンスの時にスッと出せるかというところに気づかなかった。そこでは出たけど、はい、チームの中の戦力として機能するとき、はい、機能してほしいときに存分に出せますかと、はい、やっぱこう体力の限りもあった、はい、でも先発投手としてのこだわりを持ってた岩本が、はい、やっぱこう違った自分のポジションを描ききれなかったっていうのがやっぱ存在するからね。なるほど。うん、辞めてからでもすごいこう周りの人を見て勉強やね。そういった意味では鳥谷はしっかり自分を理解して受け入れたと、チームのために、うん、自分のために、それでゴールデングラブやもんね。そうですね。はい、うん、西川がね、初で取って、よかったですね、まあ、ずっと出られたことが要因の一つと、ずっと取り続けられるようにということで言ってますんで ね、これは良かった本当に。いくつも取ってください。はい、ということですね、はいはい、で同じく9日木曜日、プロ野球の発展に大きく貢献した野球人に贈られる勝力松太郎賞の選考委員会が行われまして、ホークスのサファテが選出されました。外国人選手の受賞は初です。外国人は2005年に当時マリーンズのバレンタイン監督が受賞してますけども、はい、外国人選手の受賞は初めてということになりますね、うん、まあ、それだけサファテが大きく貢献したってことですね。すごかった。このまままた名球会か。ああ、なるほど、うん、それぐらいの数字やね。そうですね、うん、200セーブも達成してシーズン記録の54セーブ日本シリーズ MVP と、まあ、うん、勝力賞は最近は日本一の監督が受賞するということが多かったんですけども、それをちょっと覆したという形になりました ね。工藤監督もでも納得ちゃう、サファテおらんかったら優勝してへんねん。まあそうですよね、っていうぐらいやもん。うん、はい、それだけもうサファテの活躍っていうのは素晴らしいものがありました、ね、で、6日の月曜日、2018年シーズン交流戦日程が発表されまして、5月29日の火曜日にセリーグのホームゲームで開幕。各チームホームゲーム9試合、ビジターは9試合、合わせて18試合で、7日の火曜日はセリーグの2018年の日程、8日の水曜日パリーグの2018年日程が発表されました。セパ両リーグとも3月30日金曜日に開幕。開催球場、試合開始時間は1月下旬に発表される予定ですが、一部の地方開催が発表されていて、パリーグの公式戦が初めて開催される球場は山形市総合スポーツセンター野球場、7月10日のイーグルス対バファローズで、久々に公式戦が行われる球場は霧島サンマリンスタジアム宮崎、これは8月28日のバファローズ対ファイターズのゲームです。で、沖縄開催が6月26、27ファイターズ対ホークスのゲームということで、ファイターズのホームゲーム、まあ、だから沖縄と宮崎で来シーズンはファイターズはゲームをするというね、いうことなんですよね。とうとうファイターズの公式戦が沖縄か。そういうことですね。だからなわけさ。
どうしたんですか急に。いやいやいや、ちょっとあの僕の知り合いの方々のよく口癖をそう言ってみたんです。口癖を、はあ、うん、いや喜んでくれるやろな。そうですね、うん、沖縄ではねいつもキャンプではお邪魔してますけれども、公式戦というのはね、はい、はい、非常に楽しみ。今あのファイターズがキャンプ地としてやっていた名護市営球場もうあそこ更地みたいになってるからね。ああそうですか。そうそう、あの随時あの近所の人がね、いかんちゃん今こんなになってるよって写真送ってきてくれたりするんです。うーん、うん、着々と新球場建設に向けて動いてるからね。なるほど、はい、うん、ということで沖縄で来シーズンはゲームが行われるということになります。だからよ、以上ここまで野球の情報をお伝えしました。だからよ、旭川ピンクミントさん、ガンちゃんフッチマイダーフタヌーンです。毎度大谷のメジャー挑戦、もやもや寂しい心がガンちゃんやフッチーの言葉で癒されましたよと。親でもないけれど我が子我が孫のように楽しく心配しながら見ることを覚悟できました。ナオミさん、今の淵上さんのお話本当にその通りだと思いましたと。大谷選手のこの5年の経験全てがあるべき5年だったんだと思いますということで、本当に大谷についてもいただきました。はい、ありがとうございます。超目から鱗でさ、フッチーの今日の発言、はあ、俺去年行ってたらいいのになって俺結構言ってるのやわ周りで、はいはいはい、それ聞かれるから、大谷のアメリカどうで、張本さんのようにさ、はい、あのファイターズも思い切って保有権行使してファイターズで働いてもらえばいいのにっていう意見もあるさやっぱ、はいはい、でも決まった以上さ、俺フッチの今日の意見はすごかったな。そうですか、よかった。フッチちょっと一つお断りあんねんけど、はい、土曜日の朝オンちゃんのところでこれ発言していいの？あのどうぞお使いください。あのフッチのおかげでそういう僕の野球感がこうマイナーチェンジしていってる中で、はい、もういたかも自分の発言のように言っていい、ね、ま、いやどうぞあのアップデートして言ってください、うんうん、この5年すべてが大谷翔平に必要な時間だったんですよって言っていいかしら。どうぞあのどうぞご自由にお使いください。あのこれはもうちゃんと承諾得ましたので、あの発言させていただきます。その代わり HBC のテレビラジオで言うときはあの僕が横にいたらそれ僕の意見ですからって言いますからね。ああ、要するに言ってもらって結構ですけど、あの僕いろんなところでもう何やったらもう明日あたりミヤネ屋なんかでも面白いし、うん、明日明後日かな、うん、ミヤネ屋見てて、うん、あれあれこれ僕の意見だって、いやいやぜひ光栄ですんで、うん、あもうなんか朝から読めるテレビの仕事お昼のミヤネ屋とあってもはい、うん、ありがとうな。いやいやいや、どうぞあのまるで自分の意見のようにってぜひ言って使って言ってください。絶対振られるもん、宮根さん絶対振ってくるからさ。あ、そうですか。いやいや、もうこの5年間すべてにおいて大谷翔平に必要な時間だったんです。いや、ぜひぜひ、はい、楽しみにしています。いただきます、どうぞ。はい、ガンちゃんと大宮親分が最高ですと。大きいのに、あの名前はないんですけども、ガンちゃんあ、これがお名前ってことですね。ガンちゃんフッチマイドですと。この間動画サイトでプロ野球のさよならホームラン特集を探していたらなかなか面白いですね。2009年のクライマックスシリーズファイナルステージでスレッジが逆転さよなら満塁ホームラン打った時の実況と解説がなんとガンちゃんとフッチでした。2人とも絶叫してましたけれども、その時のことを覚えてますかと。覚えてますね。めっちゃ覚えてるな。めっちゃ覚えてますね。どなたかかさ、はい、もう違う映像に私たちの声乗せてうまいことな、はあ、アップしてる人もおるし、はあ、あの時本当思い出すな。俺もう3点差負けてて、はい、明日に向けて何発言しようかなって目を落としてたんだ、スコアブックにな、はい、ほんならフッチが横で急にあー言うから、はい、何も俺以上に空元気やなと思って言ったら打球がぐんぐんレフトに飛んでいくわけよ。だからもう本当に皆さん一遍聞き直してもらっていいと思うけど、ああそうなんです。言葉にできないというね、うん、ならないというね。言葉にできない。本当そう、小田和正さんですよ本当に。なあ、はい、あ。で最後うわー言うて、おーって言うてもな。解説者と思えないようなね、お客さんみたいになってましたからね。あれ三塁がベンチ上に設置してるマイクやろあれ。いや、ああ言うてな。はい、覚えてますね。あれは強烈ですね。はい、あんなことがあったんだなっていうのも、そう2009年ですからね。あれ聞いててタクシードライバーさんが、はい、
ガンちゃん、もうちょっとでハンドル操作間違うとこだって何人もいたよ。あの時ラジオだったじゃん。はいはい。で、球団関係者の方も、はい、ラジオ聞いてて、はい、ガンちゃん、ラジオの後ろで手に汗握ったよとか言って。そうですよね。まあでも、ある意味、あれかもしれないですね。もったいぶらすのには最高の表現ですよね。あって言ってたらね、何が起こるのか、えってなりますもんね。いや、実際ボールがバーってこう描いてさ、滞空時間長かったよね。そうですよね。スレッジのホームラン。はい。はい、逆転性のラマンルホームランでしたからね、ありましたね。お釣りなしやったもんな、はい、3点差やからな。そうですよね。はい。栗山の大谷純子さん。ガンちゃん、フッチーさん、いつも楽しく番組聞いておりますと。私は夕張のメロン農家で今シーズン働いていたのですが、後片付けなどの仕事も終わり、普段から楽しみにしていたファイターズの試合も終わってしまったので、手持ち無沙汰になってしまいました。以前何かでガンちゃんのことを書いた本があると耳にしたので、野球のないオフシーズンの楽しみとして長谷川翔一さんの夏を許すを見つけて購入と、家事の合間にでも少しずつ読もうかなと思っていたんですが、だんだん話に引き込まれてしまい、あの厚みの本を一気に読んでしまいました。ガンちゃん自体は話のピンポイントでちょこっと出てくるのですが、同級生やご両親、そしてガンちゃんをスカウトした方の話を通して、ガンちゃんの生き方をいろんな角度から見ることのできたいい一冊だなと思い、そのことを伝えたくてメールしました。2013年の本なので、札幌の大型書店にはなく、ネットを通して買ったらまだありました。ファイターズの試合がなくて寂しいなと思われている方におすすめの一冊です。ガンちゃん、ね、お世辞じゃなくって本当にいい本です。もしも続編が出たらすぐさま買うと思うのですが、出ないんでしょうかねというふうにいただきました。いや、これもうひょんなことで、そう、作家さんね、はい、あの物書きの方と仕事したときに、はい、ガンちゃんはどんな高校野球生活だったのって聞かれて、いろいろ喋ったのよ、はい、でそこからプロ野球選手になって、こんな人としてのドラマを僕経験させてもらったんですよっていう話したら、はい、もう気は熟したと言わんばかり、もう周りを整理整頓して本にしてくれた方がいて、はい、俺もそれ、まあ、ゲラ原稿って上がってくるやんか、本にする前の、はい、そうですね、はい、俺あれで涙止まらんとさ、うん、いや、それをね、書物にしてくれる。で、僕はもうはっきり言って高校野球の時に最後ちょっと心に傷を負ったんだけども、はい、それをあえて文字にすることで浄化されたなと思って、僕は感謝の気持ちを覚えてる長谷川さんの本なのよ、はい、ある大阪のさ、知り合いの方の娘さんが、はい、ガンちゃんまだテレビ見たでとか言って連絡くれたりするね、時々、はい、高校1年生かな、はい、ほんでガンちゃんなんか本あるやん、出てるやんか、そやで、俺7冊出してるで、それでもう一個、これ何、これガンちゃん書いたんって言うから、はい、いや違うでと、うん、長谷川さんと一緒でって言ったら、それ読んだんやって、はい、急に敬語で喋ってきた俺に。いや、でもあの本はすごくね、引き込まれるし、すごいいい本ですよ。おすすめね、読んでいただきたい本当に読ん で一気に読んじゃうっていうね、はい、すごくいろんな一気に読めると思うわ。はい、で、ガンちゃんへの見方も変わると思います。いや、でも岩本は変わりませんので、はい、変わらないのでということで、はい、さ あ、この後は HBC ラジオサンデーホリデーをお送りいたします、はい、この時間のお相手は岩本勉と淵上裕之でした。それでは皆さん、ほなまた来週。内上博之の番組になりそうやな。ならないっちゅう。